30分ぐらいしかまだ経ってないけど勝ててるぞ。うわ、減る。きたー、終われー、おらー。行ってみるか。じゃあ、目標ダイヤモンド3以上。まあでも普通になんか昇竜拳があることによって全然いけそうな雰囲気してるけどね。まあ、でもモダンでこんだけ楽しいからクラシックやったら相当楽しいんだなって思うわ。うわ、いきなりランクアップのやつと戦わせられるのきつ。オッケー、とりあえず1戦目は勝とう。SS3 狙おう。おいしい。オッケー、ふう、まずは丸一つ。いいよ、刻んでこう。オッケー。いいオッケー、いいじゃないの、いいじゃないの、4連勝だよ。全然いいよ、調子いいよ。30分ぐらいしかまだ経ってないけど勝ててるぞ。あと6、まだ3回命ある。5とか当たるんじゃない、そろそろ。4か、加藤。でもクラシックだ、いいね。打ってくる。オッケー。うわー、そのぶっぱは甘すぎる俺。うわ、それは甘いけど、でもゲージなんか全部使ってくれたぞ、ラッキーすぎん。うわー、いやー、そうか、
そうだな、そうだよな。だるすぎ。よーし、ちょっと一回散る、あと2回勝てばいいからね。一回散るらしてくれ。いいよ、ダイヤモンド号スタート見えてるよ。ここも勝とう、一応。オッケー、よいしょ。おわー、いいね。いい投げ。これは伸ばしたいけどわからないんで。あ、違う、 SA だ。うわ、ヘル。どこどこ、さすがに。うおっ、5スタートきたー、きたー。ちょっとこの認定さすがにちょっと集中したわ。うわ、1手あげるだけで終わり。ま、全然違ったわ。 JP も多いな、なんだかんだ。今割り越し多め。もうやってない、もうマジで完全に集中力切れかけてる。いて、
おれダメですよ、舐めてもらっちゃ。はいはいはい、はいはいはい、うまい。オッケー、俺だってな、JP といっぱい戦ってきたんだよ。あと一勝、行くぞ。あと一勝。加藤。おれ。よし、ナイス。はいはいはい、あ、飲まなきゃ。おらー、一日でいけた、新しいシステム、ええー、なー。じゃあ見ていきましょうか皆さん、勝率ジェイミー、あ、でも 69%65 戦でマスター65戦でいけちゃうのやばいな。まあでもモダンジェイミーなんかやってる感じ、まあその本当に技の判定の強いやつらが来るとめっちゃきついって感じるけど、まあ、やれなくはないし、そのキャラクターの性能としては超おもろいね。そう、お酒を飲まなきゃいけないし、酒飲んだらバカ強いしっていうやり込みはね全然あるし、モダンでも戦える気がする。俺は全然なんか渡り合える感じはしました、モイミーは。ってことで14キャラ目かこれで、あと7体か6体マスター、まあこれからもやっていくんで、まあでも新しいシステムで一気にマスター増える、あの作れそうなんで、まあまた皆さんよかったら見てください。まあ次はマノンかモダンチュンリーやるかリリーやるかかな、そこら辺かな多分。で新追加キャラクターは後々って感じかならしいども、あのキノコみたいな人も。